諸人手を取り作品443は、ヨハン・シュトラウス2世が親友であるブラームスに、検定するために作曲を始め、1892年3月27日に、初演した、ウィンナワルツ。皇帝演舞曲を別格として、晩年作品の中では、人気の高い曲で、冒頭とエンディングの強い短美性が特徴である。メッテルニヒ公爵夫人ブラームスと記念写真に収まる。 シュトラウス2世1892年5月7日から10月9日まで、プラーター公演において、ウィーン国際音楽演劇博覧会が開催されることとなった。シュトラウス2世は、博覧会の発案人であるメッテルニヒ公爵夫人に頼まれ、博覧会の開幕式で演奏するためのワルツを作曲することになった。楽譜出版社、ジムロックは2月14日付の 新自由新聞の紙面に次のような記事を掲載した。ヨハン・シュトラウスはメッテルに非公社夫人に選ばれ国際音楽演劇博覧会のために新作ワルズを執筆することになった。題名は諸人手を取り。これは新しい博覧会用ワルズにぴったりのタイトルである。諸人手を取りというタトルは フリードリヒ・ホンシラーの有名なし、歓喜の歌の一節に由来するものである。実のところ、シュトラウス二世は、博覧会に対する興味を持ち合わせておらず、この博覧会用ワルツの作曲にはあまり乗り気では、なかった。しかし、メッテルニヒ公爵夫人は、博覧会用の新作ワルツのみにとどまらず、さらに博覧会のための新作バレエ、ドナウの水のせを、 シュトラウス2世に依頼しようとした。3月5日、シュトラウス2世は、ジムロック社に次の書簡を送っている。メッテルに非公爵夫人が、博覧会のための一幕物バレエを書くように迫り、私を困らせている。彼女は昨日私を訪ね、信じられないようなエネルギーで説得を続けた。バレエの上演は9月を予定しているということだ。台本作家と、 公爵夫人の説得は続くだろう。ということは、諸人手を取りを書く時間を見つけるのが困難だということだ。このワルツは未だ宙に浮いた状態にある。私自身もこの曲については、題名だけしかわかっていない。あなたに作品の中身について報告できるまで、まだかなり時間を要する。上記の書簡にあるように、新しいワルツを一から作曲する余裕は、 当時のシュトラウス2世にはなかった。結局シュトラウス2世は、ジムロック社を紹介してくれた親友のブラームスにいつか、検定しようと考えていた書きかけのワルツを使って、びと手を取りを完成させた。このような経緯によって、ジムロック社から出版された、初版譜の表紙には、検定者として、ブラームスと、国際音楽演劇博覧会の名が併記されている。 1892年3月27日、シュトラウス二世は、メッテルニ飛行爵夫人に、無断で、博覧会のための作品であるはずの、このアルツを、シーズン最後のシュトラウスコンサートにおいて、初演してしまった。これによって、1867年のパリ万国、博覧会以来のシュトラウス二世と、メッテルニ飛行爵夫人の関係には、大きな亀裂が入ってしまい、このアルツは、 博覧会の開幕式では演奏されなかった。3月27日の初演後、シュトラウス楽団は3月末から9月まで演奏旅行に出かけてしまった。このワルツがエデュアルト・シュトラウス一世の指揮するシュトラウス楽団によって博覧会の会場で初めて演奏されたのは当初の予定から遅れに遅れて9月13日となった。ウィーンフィルニューイヤーコンサートへの登場歴。 ありがとうございます。